受け島とは、奄美群島に属する島。かけろま島の南方に位置し、面積は13.34平方キロメートル、人口97人。行政上は、鹿児島県大島郡瀬戸内町に属する。島には、受けあむろ、知事の2つの集落がある。面積は、奄美群島の友人島の中で2番目に小さな島で、あるが、充実した自然を有する。 ハブが生息しているため、隣のアタエロ島と同様に、集落には、用心棒と呼ばれるハブを退治するための棒が立てかけて、ある。また、受島には、アマミオオシマと同じくルリカケスが生息しているほか、島が名前の由来となった受けユリと、固有アシュである受島マルバネクワ型の保護活動が、なされている。アモミ群島、畜産や祖鉄、柿栽培が盛んである。 2020年7月、瀬戸内町と地域活性化包括連携協定を締結するターゲットホールディングスの子会社の子会社のナショナルパークツーリズムテシカガが、知事自治会、受けアムロ自治会と地域活性化包括連携協定を締結し、瀬戸内町へ宿泊施設を再生し、ナショナルパークスタイルコテージとして運営することが決定し受け島の活性化事業が開始される。知事、 民宿南ケアムロ、民宿と山、ナショナルパークスタイリカテージ、瀬戸内町の中心地であるコニアから1日1便出ている町営連絡船が島の領集落に寄港する。また、コニア港から海上タクシーの利用も可能。与え島と受島の観光及び商工に関して、島民、事業者、 団体、行政が共同のもと推進し様々な地域資源を活用し、先代からの文化と素晴らしい自然を守りつつ、訪れる人にも住む人にとっても魅力ある島づくりを目指して、2020年6月30日に、与えろ島ま受島観光商工協会が設立される。2021年、与えろ島観光協会が、与えろ島ま受島観光商工協会に発展。 九州、沖縄地方の山受け島、角川日本地名大辞典、人口世帯集計表、瀬戸内町、2020年5月11日時点のオリジナルより、アーカイブ、2020年5月11日閲覧、日本の島ガイド島田ズ P1125、ありがとうございます。